どうも皆さん、一流磁石評論家リュウです。さあ本日なんですが、磁石デッキをですね、久しぶりに使っていこうと思います。めちゃくちゃ久しぶりです。回すの楽しい、電磁石の戦士デッキですね。これ何が強化入ってたかっていうと、エクシーズ召喚っていうなんか意味わからん召喚方法が今来てるじゃないですか。なんか心境召喚より全然弱いっていう噂のまあ、これ後々ねぶっ壊れモンスターがあの追加されると、環境は黒一色になると言われているんですが、今のところは白一色みたいなところありますよね。ぶっちゃけ、ライディングシュラヌデュエルしかり、エクシス召喚が来たことによって磁石ってちょっと強化されているんですよ。これ何かっていうと、今まではまあ、この辺の電磁石の戦士をめっちゃ展開して、このデルタを自分からどかすっていう手段がなかったじゃないですか。そのデルタの効果を、まあ、デルタの効果じゃねえや、あの電磁石の効果を使ってしまって、デルタが出てくると、デルタ例えば盤面に3体並んだら、もうなんかそのベルセリオン出すスペースねえっていうね。デュエルリンクスはもう3枠しかねえから、モンスターゾーンがバグってるから。で、じゃあ、このモンスターちょっとどかせたら強いですよねっていう話になってて、でそこでエクシーズなんですよね。レベル4のこのデルタが3体場に並んでしまったとしても、そのモンスターをこうどかしてエクシーズモンスターにできると。でエクシーズストライク使いながら墓地に、もちろんデルタ落とせるし、もちろんこの辺の3モンスターいっぱいいるんで、サイコビルダーとかね、でこれシンクロもできるし、さらにサイコビルダーは別に、シンクロさんにしなくてもエクシーズさんにもできるっていうね。だから臨機応変にご対応していけるっていうね、これがね非常に強力なあのコンボになってましてですね、これが強化されてる部分ですね、磁石ので。問題は防御札がないということプラス、この妨害を踏み越えられないっていうのがちょっとカラーですね。デッキ的には磁石デッキすごい展開力があって強いんだけど、やっぱ罠環境じゃないですか。デモンドチェーンとかインガ切断とかなんか、ドキュー部隊とかいろいろあるので、結構今ね罠が強い罠が、だからそれを踏み越えていく力がちょっと若干弱いかなっていう感じがしますね。だから要はベルセリオンの前に追払いしておかないと、やっぱベルセリオン着地で効果までいけないんですよ。なんで結構その辺は環境には向かい風かなとは思うんだけども、まあそういうねデッキが増えてきたら、もう本当思い切ってなんかこの辺をコツサイギャラサイとかにしてバック除去してもいいし、ドキュー部隊とかねああいうのにしてもいいし、まあこの辺のその環境に合わせた札を変えて、まあ使っていっていただければいいのかなというふうに思っていますというところですね。はい、まあサイコビルダーはね正直にあったの強いと思う。俺は個人的にはやっぱこれが強い。ナチュルパルキオンがこれ罠止めるから、このモンスターで罠止めながらベルセリオン出すっていうね、こういう動きもできるんで、ね、結構強いと思いますね。はい、早速、エクシーズの力を得た、磁石デッキをね、使って久しぶりにランク戦やっていきましょう。あんまり勝率はそんな高くないけど楽しいから、関係ない、そんなの関係ねえ。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、おつくもリューマ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。これはまあ強いですね。これは普通に強いで、デルタ特殊で、デルタ効果で、ベータで良さそうですね。ベータで良さそうで、マグネットフィールド発動をで、マグネットフィールド効果、いやこれは結構いいんじゃない。これ3体並ぶのあんまないんですけどね。で、ベータ効果、これは1回アルファを持ってきといて、でこれでエンドなんじゃないか。まあエクシーズとかする必要ないもんな、これ。一応ここでエクシーズ召喚3エクシーズはできるんですけどね。オーバーレイネットワークを構築できるんですけどね。まああんまりしないですよね、それはね。はい。で、オノマトピックオッケー。オノマトピックじゃねえや。オノマトランス。これ皆さん知ってました？オノマト変化って書いて、オノマトランスって読むらしいですよ。まあトランスと、オノマトとかかってるらしいですね。これなかなかおしゃれなスキル名ですよね。あと、このスキル多分ね、おいおいなんですけども、おいおいこれぶっ壊れると思うんですよ。なんで、おそらく、まあ、今のうちに作った方がいいと思います。でもね、ランク4とか、その、まあ、ランク6あたりがぶっ壊れ出すと、絶対ランク4、ランク6立てれるデッキになっちゃうんで、これね、めちゃくちゃ強いと思うんですよ。さあ、とりあえず、その、オノマトピアはかなり強い。で、オノマトピアでガガガシスター。あ、そっちでガガガシスター。シスター召喚するとね、一応、アド稼げるんで、シスター召喚の効果で、ガガガ魔法トラップを持ってこれるよっていう。だからガガガボルトとかね、緊急連絡網とか、ああいうのを持ってこれるんですけども、持ってるのね。はい、持ってる。 OK で、これはだから、はいはい、うまいね。まあ確かにそれしかないわな、それしかない。はい、でエクシーズ6にすんのね。ああうまいね、これ6と4が出るんだ、ランク。はい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 。でランク6はどれですか？映画泥棒ですか？
さあ映画泥棒送るか、ノーモア映画泥棒あ違った、ソードブレイカーの方、 OK、 ソードブレイカーで岩石族指定かな。でこれはエクシーサイズを除くと種族宣言してそのモンスターとダメージ、ダメージじゃねえや、戦闘を行う場合は絶対勝てるっていう、そういう効果は岩石族して OK。 これで岩石絶対殺すマン登場で、番長効果で五五五蘇生だから、これで五五五としても扱えるオノマトピアが蘇生してきた。でここでランク4か、これはなかなかうまいね。さあこれでランク4立てていく。まあただこっちはさすがに3体いるし、デルタデルタデルタになれるんで死なないと思います。ダメージも多分ない、2連打からの一回でしょ、だから全部処理されるけど、正直全部処理されるって結構きついけど、言うてらね、あとバックがあるかどうか、あとはガガガ侍 OK、 侍 OK、 侍 OK です、侍問題ない。やっぱねバックのその妨害に触れられないんで、磁石今の私のこのメインギミックでは、それはちょっと弱いところですね、まあ、それが嫌であればコズミックサイクロンとか、まあ、ギャラクシーサイクロンとか、あまあそういうね、あドキュー部隊とかああいうのも積んでもらった方がいいかな。基本的にはやっぱりねトラップカードが強い環境なんで、まあそれは全然いいです。でガンマ効果リリースして、でこれでデルタ出していこう。これも昔はこれデルタ殴られなかったらもうベルセリオン出せなかったんですよ。ベルセリオンが出せなくて、あ積んだってなるんですけども、今回はエクシス召喚っていう最強の自分のモンスターを買ってどかせる方法があるので、まあそれはいい。2連打もいい、2連打も全然いい、2連打もいい、いいいいいい、まあ殴ってくれるんだねこれね。もうこれ殴んなかったら昔は積んでたんですよ、そのベルセリオン出ねえっていう、盤面が出るたら全部埋まるっていうね。でそういうことが起きたんですけども、まあこれはなかなか、まあこれ残っててもエクシスできるんでね、出せるんですけど。さあ OK、 で岩石族破壊される OK、 問題ない、バックないからさすがに勝ったかな。でこれでガン、あーオッケー、ガンマね、ガンマ強いじゃん。でガンマ効果でアルファ効果でベルセリオン持ってきて、はい、でこれでまあ、シンクロしてもいいんですけどシンクロしてもいいんですけど、せっかくですからメロメロメロでいきましょうか。せっかくなんでメロメロメロでいきましょう。まあ、シンクロした方が強いとかいうことは言ってはいけない。シンクロした方が強いとかいう意見は言ってはいけないです。さあメロメロメロディを、2回攻撃できるようにした。でここでアルファは墓地からベータガンマをゲームから除外して、さあいけ磁石の戦士マグネットベルセリオン、そしてマグネットベルセリオンの効果を発動、墓地の磁石モンスターをゲームから除外してフィールドのカードを全部ぶち壊していく。しゃあバトルドメロメロメロディ、1連打、2連打、連打対戦、ありがとうございました。エクシーズするよりもシンクロが強いとかいうね意見はねブロックするから。さあお相手の方イザヨイアキ選手よろしくお願いします。ユール3倍まあねこれサイコウィールダーね強いんですけどね、これ初手でやっぱねシンクロとかねしちゃうとちょっともったいないのが玉に傷ですね。ガンマーからデルタで7シンクロ出しとくとかはすごい強いんですけど、はい、でマグネットフィールド行こう。でマグネットフィールドでこれターンエンドするしかないよ。さあちょっと若干ハンドこれで耐久しようとしてるの環境やっぱちょっと無理か、さすがにやっぱちょっと若干のパワーの低さを感じるが、さあいやーまあでもまあでもバウンスできるからいけるな多分なんとか。あそっちなんだ、なるほど。これはじゃあ出しとこうか一応ね。なんだっけ、あやかし神出てくるのちょっと遅いので、あやかし神出てきて効果発動に遅延してると多分このデルタの効果が発動できないとかいうことになるとちょっとめんどくさいので、デルタ効果使って落としておきましょう。これはない方なのでガンマですね、ガンマ OK で、これであやかし神はもう問題はない。ホムラ神一応突破する手段は普通にサイコビルダー入れとけばいけるんで、あれね、ブリューナとかあるんでね、なんとかなるとは思うんですが、ちょっとちょっと面倒くさいのはここで両方ともぶっ壊されてしまうっていうところがちょっと面倒くさいですね。であとはバックが何枚やるかなんだよこれ、これマジでバックが何枚やるかによって結構変わってくるんだけど話で、ミアズカサ OK、 ミアズカサの効果でそれもぶち殺されていく。カードを1枚セット、カードを1枚セット OK、 三癖、三癖ずるいよ、三癖は、三癖とかマジずるいわ。
まあでもワンチャンシンクロが通ったらいけるぞ。とりあえずこれの効果は無効にするとかいう効果やめてくれ。これ通るだろ。マグネットベルセリオンは出させてくれ。ただまずオッケー。マグネットベルセリオンが手札に加わった。でマグネットフィールドを発動していいな。マグネットフィールドの効果を発動。さあこの発動になるかチェーンは。ドキー部隊とかあったらいいんだけどな。あーコズミックサイクロン、まあ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 しょうがないね。コズミックサイクロンはしょうがない。じゃあ一回サイコビールダーしましょう。サイコビールダーしましょう。大セットオッケー、大セットオッケーオッケー、大セットオッケーで5オッケー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 。そんなに強くない。オッケー、落ちたのそんなに強くない。あとはあのカードが何なのかですね。これで、ね、でもあと1枚でしょ。これ踏み込められんじゃない。さすがにサイコビールダーでシンクロして、ナチュルパルキオンかなんか出しとけば、もう相手罠使えないんで、魔法ってこと多分ないと思うんですよね、さすがに。まあ、さあ、めちゃくちゃ考えてますが、あ、カトン封印式。いや、それ、あ、やばいか。待ってくれ。俺、ベルセリオン出せないんじゃないか。これ。え、まずい。え、そっち？え、そっちだろ？そっち？そっちマジ？まあ、とりあえずちょっと、一回シンクロしましょう。シンクロしましょう。え、なんか出せるんですけど、今のなんでベータ除外しなかったんだろう。ベータとガンマか。わかんねえけど、まあいいや。じゃあ、普通にコーラルでいいな。で、ここと、ここで、コーラル出していく。はい。で、コーラル効果アップね。なんか相手のなんか、プレイングに助かったわ。今、出せねえとこだったわ。ベルセリオン出ねえやんけって叫ぶとこだったわ。よし、なんか死んねえけど勝った。やったぜ。これが磁石の実力よ。かっこ相手のプレミ、相手のプレミをしっかりと自分の実力として主張していくスタイル。対戦ありがとうございました。ミスらせた俺が強い。さあ相手の勝ったルア君、よろしくお願いします。ユーリさん、バイ。あー、まあ、これね、ガンマはやっぱ結構強いんですよね。展開力上がるんで。サンダーシーホースいいね。懐かしいね。サンダーカイバ来た。バイロンプリ、何これ、バイロンプリズムサーチ、どういうこと。すげえモンスターサーチ入ったんだが、このカードがモンスターの上から僕たちを500万円払って自分のフィールド上のモテガイ表示モンスター入ったら選択して発動できる。なるほど。装備型使って装備して、装備モンスターが戦闘を行うダメージステップの間1000ポイントアップ。ああ、そういうことね。はい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 、オッケーオッケーオッケー。それ強いの、普通に。それはなかなか強い効果を持っている。さあガンマの効果は発動できない。ガンマ召喚でこれ2体展開できると、これで3体展開が起きるんで結構強いんですけど、アルファベータガンマっていうね、あの最強モンスターが全部並ぶんで、それがすげえ強いんですよね。まあちょっとそれできないんですけども。さあバイロンプリズムが判定召喚された。バイロンプリズムなんかちょっとやばいか、これ。なんだ、レベル上昇は、レベル上昇オッケーで、プラズマ戦士エイトム、エイトムガンダムだ、ガンダムだ、ガンダムじゃん。でバイロンプリズム効果、あ、これ4000、あ、で2000ダイレクトってこと、強いね。その2000ダイレクトは強いね。なるほど、これはちょっと天才風の匂いがすんな。これ2000ダイレクトは強い、さすがに。あっ